ラジオでの告白にファン騒然。ナンバーアンダーライン愛、番組中に明かした衝撃の秘密とは平野翔、神宮寺優太、そしてガン太。彼らが、紅茶ラバレーミュージックアーツフェスティバル2024で初めて海外でパフォーマンスを行った日、それは彼らのキャリアにおいて新たな節目となった。数日後、 彼らは国内のラジオ番組に登場し、そのアーティストとしての魅力と親しみやすさを見せつけた。最初は J-Wave の Pop of the World に登場した彼ら。この日、平野は自身の思い出の曲として、Earth, Wind and Fire の September を紹介した。彼が September をアラームの曲として使っていたことを告白すると、曜日としての セプテンバーを勘違いしていたことが発覚し、スタッフから突っ込まれる場面も。しかし、神宮寺と騎士は平野をフォローし、3人の中の良さが伝わってくる。次に、東京 FM のブルーオーシャンに登場した彼ら。番組では、騎士が g d e n の奇跡を紹介し、当時の思い出を語る。その後、平野がリスナーに対してジョークを飛ばし、 騎士が続いてリスナーにアドバイスを送る軽快なやりとりが印象的だった。平野翔が語るかつての自分はやりたいこととか明確になかった。三人目のリスナーは何でも人の意見に流されてしまうのが悩みだという。具体的に進路の話になり、親の希望でとりあえず就職しようと思っていること。 しかし現時点では自分のやりたいことがよくわからないと打ち明けるリスナー。それを受け、神宮寺は見つかる時があると思いますけどね、と、やりたいことには自然に出会えるものだと話す。平野もやりたいこととか、自分もそんな明確になかったし。気づいたら今って感じと過去を振り返り、まだ見つかってないだけで。 多分、やってみたら楽しいことっていっぱいあると思う、と優しく語りかけるのだった。スクール・オブ・ロックでは、番組最後に黒板にメッセージを書くのが恒例であり、この日は騎士が漫画、ルキーズからのセリフを記した。自身が背中を押されてきた言葉だと説明し、そういうのを見つけるといい、とリスナーにアドバイス。 様々なコンテンツから刺激を受けているという騎士らしいメッセージで番組を締めくくった。番組冒頭では人に相談することも相談されることもないと不安そうにしていたが彼らのコメント一つ一つには聞いていてハッとさせられるようなものが多くあった。それもそのわず3人はこれまでに様々な場面に立って多くのことを吸収してきたのだから。 リスナーやパーソナリティとの会話から、自身の考えやプライベートでのエピソードを本人の口から聞けるのもラジオの魅力。今後も3人の賑やかな雰囲気はもちろん、自分たちの素直な思いを届けてくれることを楽しみにしている。そして、同日夜に登場した東京 FM のスクール・オブ・ロック。番組コンセプトに合わせ、彼らはリスナーからの相談に真剣に向き合い、 優しく寄り添った。彼らが人に相談することも相談されることもないと不安そうにする姿からは彼らの内面が透けて見えるようだった。リスナーやパーソナリティとの会話から彼らの考えやプライベートでのエピソードを垣間見ることができるのもラジオの魅力だ。彼らのコメントには共感できる部分が多くあり彼らがこれまで経験してきたことの豊富さががえる。 新たなスターたちがエンターテインメント業界に現れる中、彼らがどのように実力のある人たちと向き合い、自身のモチベーションを保っていくか。それは彼らにとっても普段からの課題であり、ラジオ番組を通じて彼らの素直な思いを垣間見ることができる。今後も彼らの活躍とともに、彼らの素直な言葉が私たちに届けられることを楽しみにしている。 三人の対話からは彼らの経験と考えが垣間見える。彼らは過去の経験を通じて様々な価値を吸収してきた。そしてリスナーとの対話を通じて彼らの素直な思いが伝わってくる。このような瞬間こそラジオの真の魅力であり彼らの魅力でもある。今後も彼らの輝きと真の姿を追い求めるファンは 彼らの活躍に目を離すことはないだろう。そして彼らの音楽と人間性からさらなる感動と共感を得ることになるだろう。これからも彼らの活躍と成長を心待ちにしたい。そして彼らの音楽と人間性が世界中の多くの人々に力と勇気を与えることを願ってやまない。